魚の底辺は、よくわかったな。なんか階段があります。螺旋階段。螺旋階段、え、もしかして俺見落としてんのかな。その螺旋階段ってどこにあります？あれ、え、なんかドアが開いて螺旋階段が、あれ、あ、見つけました。こ、道ありました。戻れなくなってるわ。え、閉じ込められました。わかる。え、なんか階段を登った先に三角とか四角とかのマークがあるんですけど、あー、なーん、わかります、なんとなくわかります、言ってること。なんて言うんだろうな、サイコロを展開したような図、あ、まあ、十字架か、十字架マークみたいなやつの中にそういう三角形とか五角形とか四角形とかのマークがあります。あとなんかコンパスみたいな羅針盤みたいなやつもあります。こっちに、サイコロが 1,2,3,4,5,6,7 個ある、あって、その7個をつ、7個をなんか真ん中の台に置くみたいな。7個7個を真ん中に置く。あ、多分そのサイコロの形を俺が説明するっていう感じですかね、多分。うん、多分そうだと思います。なんか順番通りにするのかわからないんですけれども、なんかコンパスみたいなマークあります？コンパスみたいなマーク、あー、あります、あります。そこを底辺にした感じで説明すればいいですか？あーです、あー、わかりました。それで一つ正しいのを選べってことですね。おそらくそうですね。まあ待って、俺これ展開図マジ苦手なんだよね。ちょっと待って、こっち側から説明していったらいいですかね。なんかサイコロ何パターンかあるんですけれども、サイコロ、サイコロと真反対の、サイコロを底面にした場合、真逆の面は、真逆の面が五角形のやつ、コンパスを、コンパスの真向かいの面が五角形ですか？はい、そうです。コンパスの真向かいが五角形。ええ？すいません。え、これなんか足を滑らして死にました。え、ちょっと待って、そんなギミックあるんですか？え、なんかね、溶岩があったんだよね、いっぱい、うん、え、そっち側そんな風になってたんだ。なんかね、すごい大変だったんだよね、結構。あ、これはもしかして、あ、途中までできてるな、よかったよかった。上行くとどうなんだ、行けないのか。あれ、レバー押さなかったな。え、そっち螺旋階段行けてます。行けます。ただなんかレバーがあったんですけど、あ、ドア開きました？そっち、いえ、開いてないですね。多分レバーを押さなきゃいけなかったんですけど、また溶岩に囲まれちゃって、死にます。あ、はーい。ちょっと待って。じゃあ分かった分かった、もう一回。そんなことある？もう一回。なるほどね。いやー、まさかそんなトラップが。ドア開けまーす。これをラッティが開けてくれるのを待つと。ドア開きました？いや、あ、もしかしてこっちもレバーがあるかもしれない。ちょっと見てきますね。はい。いや、もしかするとさっき左側のレバー、あ、やっぱオフになってたな。これでなんか、あ、開いたんちゃいます？いや、開いてないっすね。え？あ、開いてる。多分これサイコロまたやんなきゃいけないと思います。まずは、あー、サイコロの部屋入りました。なんかサイコロの部屋がランダムで変わるんですね。もう一回説明しますね。はい。コンパスの面の真逆が五角形。はい、了解です。で、コンパスと五角形の間が三角形。
おコンパスと五角形の間が三角形。それ今コンパスをコンパスの北指してる赤い印が底面のどこに向かってます？あ？いやいいや。コンパスのマークを正面から見てる状態で右が三角でしたっけ？右が三角。俺が見てる図はコンパスの赤いのは西を指してるんで。西を指してる。西を指してる。え？こっちから見た感じコンパスその北しかないんですね。指してる北というか赤い線が1本だけしかないんですね、全部のサイコロ。そのサイコロっていうのはなんかぐるぐる手で持って見れるんですか？うん、見れます見れます。じゃあ赤い針を左側に向けるっていうか西側に向けてみますか、まず。あ、はいはい、わかりました。赤い針が左側で、右回りでいきますか。じゃあ右回り、今ラッターさんから見たそのサイコロは赤い針が左を向いているっていう状態ですよね？そうですね、展開図なんで。こっちがサイコロの。じゃあその赤い針の先ってどうなってます？また赤い針の先がな、え？いや、ちゃうわこれ、ちゃうわ。え、時間制限だわこれ。あー、そういうことなのね。違ったわ、俺のミスじゃなかった、危ねえ。あ、そっかそっか。じゃあ結構最速でやっていかないといけないですね。そうだね。え、ちょっと整理していいですか？はいはいはい、展開図があってそれを組み立ててそれと同じものを置くってことですよね。おそらくそうです。あ、はーん、わかりました、了解です。いや、ちょっと展開図わかんねえ。いや、むずいなー、展開図わかんねえ。あー、針の位置変わってる。まあですよね、こっち側も部屋入るところ毎回変わってますもん。待って、どう言おうかな。なんて言えばいいんだこれ。針を下に、待って、針を正面に見て、また左ですね、針の赤いのは。はい、わかりました。西側で、真反対は四角形。針の真反対は四角形、了解です。で、針と四角形の間が五角形。それは4面あるんですけど、間っていうのは全部五角形ってことですか？2つとも五角形かもしれないですね。2つ。あ、待って、これ説明下手。じゃあ赤い針の針が向いてる面の形は何ですか？ここを蓋にした場合、三角形かな？三角形ですか？はい。で、その赤い針を刺してる方の真逆も三角形。コンパスの、裏って四角でしたっけ？そうです。なんだっけ？これなのでは？やばい。ああ、来る。多分それが一個しかないので、これ選びますね。はい。やばい、溶岩来る。開いた。よし。あぶねー。あ、また同じのある。もう、また同じだ、サイコロ。待って。部屋から出て、違う部屋があるのか、ちょっと探します。あったー。針を、右側に向けて。はい。で、真逆が五角形。真逆五角形。で、その五角形の、五角形とコンパスの間も五角形。五角形とコンパスの間も五角形。四面あんねんけどな。五角形は合計で何個あります？二個です。三角形も二個。ちょっと四角形残り一個ですか？はい、残りが四角形一個です。これわかんねえな。赤い針の先は何の形ですか？ちょっと待って、多分四角。これじゃないかな。これをこうして、こうじゃ。
あ、やばい。あ、死ぬ、死ぬよ、死ぬよ。あ、死ぬよ。あたかも死ぬよ。あ、死ぬ、死ぬ、あ、あ、あ、達者で。え、は、ダメだった？ダメだった？たぶんダメです。なんか、柵が出てきたんで。あ、死。ちょっと無理だこれ。これ無理。やばい。展開数マジ。なんかその間がこっちからだと4面が間になるんですよ。まあそうですよね。赤い矢印の反対側の面。はい。あ、はい。オッケーオッケー。もう一回もう一回もう一回。いや、ちょっと、これは うまく誘導してあげたい。とんがってない。は？たぶんこれ。たぶんこれ。やばい、死が近づいてる。さよなら。バイバイ。ちょっと待って。もうダメ、もうダメ、これは。どうしよう。これ逆できんのかな？なんかロビーでステージ選択できましたよね。はいはい、あ、そこからやってみます、じゃあ。そこちょっと、これ、無理だ、俺、これ。きついなぁ。まあまあでも、これで一旦やってみましょう。そうですね。そうだそうだ。これでいきましょう。お願いします。はい、お願いします。結構部屋の数多いんで、扉の数多い。こっちまで、こっちもか。旗の方もですか？あ、これか？あ、始まった始まった始まった。あったあった、ありました、サイコロ。オッケーです。じゃあ伝えていきますね。まず、まあ、コンパスがありますと。で、コンパスの赤い針。はい。コンパスの赤い針が指してる方向に五角形があります。ちょっと待って。ちょっと待って。サイコロの扱いがやばい。いや、めっちゃむずいね。それクリックしてクリックしてって感じですね。五角形がないか。大丈夫かな。はいはい、ありました五角形。オッケー。そしたら今コンパスの赤い針が指してるところに、コンパスの赤い針のところに五角形があって、でまた次五角形が続きます。ええ、まあ、つまりコンパスの裏が五角形ってことですね。ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、むずいむずいむずい。え、どうやって言うのこれ。ちょっと待って、なくなっていってる。これどうやってコン見るの、サイコロの面、うん、クリックしてなんか回していったらそのサイコロの面が回転できます。あ、オッケーオッケーオッケー。五角形五角形三角形。そうですそうです、コンパス五角形五角形三角形ですね。はい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 。で、コンパス赤い針が下を向いてる状態で、そのコンパスの左側が四角、右側が三角。こっち伝わるかな。いや、すいません、赤が上を向いてる状態で、左が四角、右が三角。あ、三角ってのは、はいはい、頂点が一個の頂点がコンパスを指している。え、あ、すいません、二辺ですね。え、あ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。あ、どうですか。ナイスナイス。いた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 。ナイス。次説明していきますね。これ部屋は1個ずっと。まずコンパス。ちょっと待って。コンパスの赤の部屋探してます。指してる方向が。これだと。どうなるんだ。あ、ここか。はい、部屋入りました。あ、はい。コンパスの赤い針が指してるところが四角になります。え、指してるのが四角ですね。はい、四角。はい。で、その四角の隣が五角形になります。はい、五角形。で、その五角形の隣が三角になります。え、三角形。オッケーオッケー。コンパスの赤が上にある状態で、左に五角形、右が三角形。イエース。
勝ち。え？ちょっと待って。え、開いた？ちょっと待って。さらば。飛ぶよ。え？ちょっと待って。え？あれ今の俺間違ってた。待って、適当に何か入れて、まだ間に合う。いやー、おい、え、いけた？天才、いけた。適当にやっちゃったよ。まさかの適当でいけちゃったのかよ。次いきますね。はーい、部屋入りました。次、赤い先が五角形。はい、五角形で、三角形が2つ続きます。はい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 。で、その三角形は、あの、頭が2つ寄り添ってる感じ。はい、オッケーオッケー。これだろ。はい、いけた。はい、天才。さすが。おー、いいね。さすが。何あります？こっちはなんか、船のカジキみたいなのがあります。剣、どういうこと？え、戦うの？剣とか鎧とかありますね。あ、おそらく、え、なんかね、長い階段があって、え、あ、え、なになんか、あ、俺これ死ぬやつだ多分。待って。